どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は JFK 空港にいて、今回はですねちょっとマニアックな路線でちょっとね、JFK からね、マンハッタンまで行きたいなと思うんですけども、私の動画でね、JFK 空港から、空港からね、バス、あとね、地下鉄を乗り継いだ、行き方っていうのを動画で紹介しているんですけども、今回はですね、ターミナルを移動してそこからねバスに乗って、地下鉄にアクセスする、そうしてから、地下鉄で、マンハッタンに向かうっていうこのルートなんですけども、このルートだとですね、価格がねかなり下がります。というのも、JFK から、エアトレインで、地下鉄の、乗り換え駅に行くわけなんですけども、本来ならね、そのルートだと最近値上がりしたんですよね。 JFK のエアトレインから、地下鉄に乗り継ぐ料金なんですけど、今までは5ドルだったかな、5ドルか6ドルだったんですけども、7ドル75セントに値上がりしたんですよね。 JFK 空港からね、マンハッタンまで行くのに、最安値で、10ドルを超えるようになってしまったんですよね。今回は、このエアートレインでバス停に行って、そこからね、バスで地下鉄にアクセスすることによって、全てね地下鉄、そのバスもねニューヨークでは地下鉄と同じ会社がね運行しておりますんで、このニューヨークの地下鉄の、アンリミテッドパスっていう7日間のね乗り放題パスが、私の動画でも何度か紹介させていただいてるんですけども、それをね利用することによってエアトレインのね料金を支払わなくて済む、まあ乗り換える時にお金がかかるんですけども、JFK 空港のエアトレインから地下鉄に乗り換える際にかかる料金がですね、そちらのルートで行くと、かからないということで、今回ねそのルートで、マンハッタンまで行ってみたいと思います。それではね今ターミナル7 ANA の、ね、発着している今ターミナル7にいるんですけども、一度ね、地下鉄のパスを買いに行って、でまたエアトレインに乗って、戻って、発生の方にね行きたいと思います。それではね行ってみたいと思います。まあ、かなりねこのルートはですねマニアックまあ節約、ここまで節約する人はまあいるのか、まあ、この動画の需要があるのかちょっとわからないんですけども、まあね今回ちょっとやってみようかなと思います。それでは行ってみたいと思います。それではね今、ちょうど JFK 空港の、ターミナルからエレベーターに乗ってねエアトレインの駅に来ました。これで見た方がいいですね。ターミナルがあるのはレベル1で、エアトレインがあるのが、ターミナル3となっておりますので、こちらに上がって利用するという感じですね。This is a Jamaica train stopping at Airline Terminal 8, Federal Circle and Jamaica. いやー、このエアトレインから見える、この景色もまた綺麗ですね。ANA などが発着するターミナルなら、ね、そこまで大きくないんでね。それではね、地下鉄の駅に、ね、アクセスできるところまでね移動したいと思います。This train is a Jamaica train stopping at Federal Circle for hotel shuttles and rental cars. それではね、ジャマイカステーションに着きました。こちらで、地下鉄のね、7日間乗り放題のチケットを、購入していきたいと思います。ジャマイカステーションにこんな感じでジャマイカって書いてあったりします。
それではねチケットを買いていこうと思ったんですけども、まさかのね、こちらの ATM の機械、対応しておりません、残念ながら。ですので、もしね、乗り換えで、メトロカードをね、7日間アンリミテッドで買う場合はこちらの、メトロニュースっていうスタンドで、買う必要があります。まあ、こちらで、ね、一緒にエアトレインの乗り換えのチケットもね一緒に買えたりもするんで、ここはねキャッシュオンリーなんで現金をね持っていかれることをお勧めしております。それではね、メトロカードを取得しましたので、これからねターミナル5の方に移動したいと思います。まあ、節約はできるんですけども時間はかかりますよね。そしてバスなんでね、地下鉄の駅までバス、そこからまたね地下鉄に乗り換えりますんでね、大変は大変ですね。それでは行っていきたいと思います。それではね、ターミナル5に着きました。これからねバスの方に乗り換えていきたいと思います。上の方にね、エレベーター2名 MTA バスっていう案内が書かれていますね。あちらをね、目印にもし利用される方はね行けば大丈夫です。書いてありますね、エレベーター2 MTA バス左っていう感じで、外のガラスが多分すりガラスみたいな感じなんですかね、暗いでびっくりしたんですけど、これ普通にオブジェなんですね。これ人がこんな風にびっくりしました。何かと思いました。ここ、パブリックバスってありますね。こちら乗っていきたいと思います。ここにね案内表示がついてますね。レベル1、1階まで降りたいと思います。それでは着きました。いやー閑散としてますね。外に出るとやっぱり寒いですね。中はかなり暑くてダウンを脱いだんですけども、こちらですね、パブリックバス910って書いてある、910って書いてあるやつですね、アルファベットの9210ですね。それでは行きたいと思います。やはりね利用する人が結構いるみたいですね。もうちょっと閑散としてるかと思ってたんですけども、人も多くてね、安心ですね。あの人が全然いないとですねやはりちょっと怖いですよね。とはいえ、深夜の時間帯とかね、やめましょうね。普通にタクシーで行かれることをお勧めします。昼間の時間帯はね結構人がいるんで全然いいんじゃないかと思います。それではね、それでは到着しました9点。こちらでね、バス乗っていきたいと思います。まだねバス来てないんで、しばらくバス待っていたいと思います。それではねバスが来ましたので乗っていきたいと思います。どうやらドアが開かないですね。もしかするとこのバスは乗れないのかもしれないですね。で、このバスから、地下鉄に乗り換えるわけですけども、Qガーデンっていうね、っていうところで降りるんですけども、まあ見ていただけると分かる通りこんな感じで Qガーデンって書いてありますんで、まあそんなに難しくはないと思います。あ、こんな感じでね入り口に書いてありますね、メトロカードの入線。バスに乗ることができました。ニューヨークあるあるですよね。
人が座ってようと立ってようとバスは発車します。気をつけてください皆さん。ではこれでね、キューガーデンまで、行きたいと思います。やはり先ほどのバスはですね、乗れなかったみたいですね。違うバスが到着しました。それではですね、無事、キューガーデンの駅に到着いたしました。この今乗ってるバスはですね、ここがまあ終点ということですので、あれなんですよね、トールムバス停ちょこちょこにですね、地下鉄の近くの駅が、まあ、あるにはあるんですけども、やはりね、バス停を知ってないと、バス停の途中で降りるって結構厳しいと思うんですね。分かりづらいと思うので、まあ、このバスのキューガーデン行きに乗ることによって、まあ、終点まで、ね、乗ってればアクセスできますので、まあ、街は、ね、こんな感じで本当にニューヨークの郊外っていう感じなんですけども、まあ、その方が分かりやすいですよね。これから地下鉄の駅の方に、ね、行きたいと思います。それですね、もう歩いて本当にすぐですね、 1、2分でこのユニオンターンパイクキューガーデン駅にね、到着することができます。それではね、行ってみたいと思います。まあ、ここからね、この地下鉄によって、マンハッタンにね、向かうという感じになります。それではね、行っていきたいと思います。このマンハッタン方面ですね、行きたいと思います。それではね、駅のホームに到着いたしました。ここでね、しばらく電車待ちたいと思います。それではね、電車に乗りました。これでもうね、あとは、マンハッタンに待つだけということなんで、まあ、あとはね、楽ですよね難しいことはないですね。それではね、まあ、30分ぐらいね、かかると思いますんで、しばらくね、揺られて待ちたいと思います。それではね、ロックフェラーセンターの駅に着きました。ちょっとね、こう地下鉄のホームということでかなり音がね、大きいんで、ちょっとね、外まで出てからね、また話したいと思います。それではね、地下鉄の駅出ました。今回は、私はですね、47丁目と50丁目、ロックフェラーセンターの、ね、駅の前、駅でね、降りたわけですけども、今回ね、JFK 空港から、ここまで、キューガーデン駅まで、バスで乗り継いでね、そこから地下鉄でこの、マンハッタンまでね、来たわけですけども、このルートで33ドルの、アンリミテッドパスをね、購入するだけで、まあ、JFK からね、ここまで、追加費用かからずね、来られるということですんで、まあ、ニューヨークのね、観光される際に、7日間のね、乗り放題パス買われる方多いと思うんですけども、もしね、
追加費用がねかけたくないっていう方はね、ぜひこの方法を利用してみてはいかがでしょうか。ちょっとね時間はまあまあそこまで電車ずっと乗ってんのとそこまで変わらない印象だったんですけども、まあ、私の場合はね、バスがね結構早く来たんでアクセス良かったんですけども、まあ、それもねタイミングによって変わるかなっていうところですかね。エアトレインとね、地下鉄側を乗り換える際に、ね8ドル程度、7ドル75セントに値上がりしてしまったので、まあ、800円か900円ぐらいですよね。まあ、ビビたるものですけども、もしね、そちら節約したい方は、ぜひね、このルートで、来てみてはいかがでしょうか。まあ、個人的にはね、全然余裕でしたね。バスもね、乗って終点まで乗ってるだけなんで、まあ、基本的に乗るだけって考えると、まあ、そこまで、難易度は高くないのかなと個人的には思いました。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ちょうどね今出たところはラジオシティのね、看板塔ですね。クリスマスバージョンになっております。綺麗ですね。それではまた次の動画で。